こんにちは、石山浩司です。アンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日は金1オンス8427万円、アメリカで強烈な金投資ブームか、世界市場でたったの67オンスの地金ということで、1つ目アメリカで金の在庫枯渇か、2つ目具体的なデータ、3つ目在庫状況、4つ目アメリカ大手の在庫ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、1オンス8427万円というのは後ほど説明で出てきます。1つ目アメリカで金の在庫枯渇かということで、売れ行きですね。米国での金地金の実物資産の売れ行きは2024年に入ってから堅調に推移していると。理由としては、世界的な経済政治情勢の不透明感から金への安全資産としての需要が高まっていると。またインフレ懸念から金への投資意欲が高まっている。金価格の高騰により金地金の購入意欲が高まっている。あと需要の増加ですね。投資目的で金は安全資産としてだけでなく、投資目的で購入されるケースも増えている。で、金価格高騰ですね、この金の価格の高騰で非常に購入意欲が高まっているのが今の状況です。2つ目具体的なデータ、2024年4月、米国金貨の販売枚数は前年同月比で 28% 増ということで、まあ3割近く去年2023年より4月は増えたということで、かなり売れてるのかなという感じです。2024年5月、米国金銀貨幣局各 US ミントの金地金販売額は前年同月比 37% 増ということなので、この5月に入ってで US ミントの販売額ですね、なんと 137% ということで、まあ、4割近く増えているというのが今の状況です。2023年4月、2024年3月までの1年間、米国金貨の販売枚数は前年比 12% 増となったと。米国は世界最大の金保有国であり、2023年12月時点の保有量は約1億7000万オンスです。これちょっとトンじゃないんで分かりづらいかもしれないです。オンス、1オンスは31グラムですね。2023年1月から2024年5月までの1年半で約300万オンスの金を購入していると。金額にすると約1200億円相当の金に相当すると。米国での金需要は世界的な経済政治情勢の不透明感やインフレ懸念から今後も高止まりが予想されるっていうことですね。まあこれ、米国の金貨の販売枚数がまず 128%、28% 増っていうことと、US ミントの2024年5月ですね、前年同月比で 37% 増なので、まあ非常に今活況なのが金とか銀の販売枚数なのかなというふうに思います。3つ目在庫状況、米国金銀貨幣局の金地金在庫は2024年5月現在約1200万オンスとなっていると。これ US ミントのことですね、米国金銀貨幣局で。在庫状況の変化ですね、2023年12月には約1300万オンスあった在庫が、2024年5月には約1200万オンスまで減少していると。この減少は金地金に対する需要の高さを示している。100万オンスで計算したんですけど、約4200億円。金融市場ではこれ微々たる数字だと思うんですが、まあ、1200万人が1オンスを買うだけで在庫がゼロになるので、まあ、非常に少ないと、異常事態かなっていうふうに私は思っています。で、枯渇懸念ですね。一部の金券売買店では金貨や金バーなどの売れ行きが好調で在庫が減少しているという状況です。4つ目、アメリカ大手の在庫ということで、ある大手地金商のスイス1オンスバーは67枚。スイスの1オンスのバーですね、地金系のバーがあるんですが、これなんと在庫が67枚しかないんですね。この会社確か年間の売上200億とかあった会社なので、その会社が67枚しか持っていない。あとメイプルリーフの1オンス金貨、こちらの方は197枚っていうことで、こちらの方も非常に少ないかなという感じです。でもちろん他の形ですね、まあ、他のメーカーの金貨とか地金とかですね、まあ、大きさも1オンスだけじゃないので、それ以外にもたくさんあるとは思うんですが、最も売れ筋のが今の2つの1オンスの金なので、両方合わせても264枚しかないっていうのが、すでにまあ枯渇してるというかですね、なかなかたくさん入ってこないのかなという感じです。で、まあこのサイトでのプレミアム価格、まあ、これは金のチャートとの実際の実物の現物
の価格差が約110ドルくらいという感じです。でまとめですね、現物が足りないという状況が起き始めている印象が自分の中ではあるかなと、まあ、特に中国で金の争奪戦というのが起きているので、正直1億人が1オンス買うだけで1億オンスになるので、まあ、アメリカの金の在庫の 8.3 倍規模なんですね。で ETF の証拠金としての金が足りないっていうのを、まあ、前回ちょっと別の動画で作ったんですが、実際に金を買いもせず ETF を売っているので、まあ、これ仮にですね、皆が引き出せば金の引き出しですね、 ETF の人が金の現物欲しいって言った時には取り付け騒ぎが起きるレベルかなと。で200倍の ETF が出てると仮にすると1オンス48万8000ドルとなり、税込みで8427万円になるという計算をしてみました。まあもちろん引き当ててる金もあるので、まあ、こんな価格にはならないかもしれないんですが、今200倍なのか、もしかしたらもっとですね、現物よりもこの ETF ペーパーの取引だけで売ってってるので、まあ、いつも言うんですけど、金は現物で持っておかなきゃダメだよと。で有事の際ですね、戦争起きたりテロ起きたりすると、この ETF に預けている金は凍結されてですね、払い出しされないっていうルールが目論見書に書いてあるので、もし大きな戦争が起きちゃった時ですね、引き出そうと思っても引き出せないので、ここも注意する必要があるかなという感じです。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄、ご質問とかですね、ご感想いただければというふうに思います。動画の最後に QR コードついてまして、私の LINE に登録することができます。どんなコインを買えば値上がりするか、どんなコインが売りやすいか等ですね、個別相談というのは水曜と日曜日30分やってますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画でご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。